るっていうことになっちゃいました。うん、新聞報道で各他の高等裁判所の判決が報道されておりますけれども、そういう意味で言えば横並びの判決かなというふうに理解しております。で、ただ今日たまたま福岡高裁で無効判決が、じゃない、ごめんなさい、違憲判決が出たというふうに報道で、新聞報道で聞いておりまして、それを考えると東京高裁ももっと踏み込んでほしかったなというのが感想であります。